会見する関学大アメリカンフットボール部の鳥内監督、手前、と小野ディレクター、奥、写真を拡大関学大は17日、学生アメリカンフットボールの試合で日大の線。手が関学大球部に悪質なタックルを見舞った問題で、抗議文書に対する日大の回答書について、鳥内秀明監督、59、と小野博史ディレクター、57、が会見を行った。関学大から日大に送った抗議文では当該プレーを、スポーツの範疇を超えた傷害事件、などと断罪。これについて、小野ディレクターは、当初は悪質な行為だったのでどのような、可能性があるか、相談したいという一般的な意味で示した、と意図を説明。その後、状況も変わってきている。本人の行為はもちろん、変わっているが、それ以外の要因も絡んできている、と、その後の状況の変化を指摘し、最終判断は24日までの日大側の再発防止策などをまとめた回答書を待つとした。また、15日に日大コーチから関学大へ直接届けられたという回答書は被害に遭った。選手の父親に見せているとし、訴訟などについては、主体はご本人、ご家族になる。我々の方からの言及は避けさせていただきたい、と言及しなかったが、保護者側も24日の回答を待つと話しているとした。今回の問題について、小野ディレクターは、真相究明こそが一番大事。何よりもそのことを求めている。そのことが解決につながると思っています、とし、我々は、調査することはできませんので、日本大学、アメリカンフットボール部自身、それを統括する関東学生アメリカンフットボール連盟が規律委員会を作っているので、そこがこの事案を調査している。日本アメリカンフットボール協会がきちんと調査して、事実を解明することが一番大事ではないか、と続けた。また、プレイヤーの責任か、監督の責任だったかはこちらでは判断できない。